おはようございます。僕はこの動画の進行役の薬味の妖精です。私はロンロンですある。よろしくお願いいたしますある。今日は嫌がる娘に無理やり弁当を持たせてみた息子編出張版。ただでさえ長いタイトル名がさらに長く。そしてなぎさん主催の2020缶詰再出品動画っす。それでシーチキンの缶が画面に映っているのですねある。その通り。画面が急に絵になりました。缶詰で一番大切な缶を開けるシーンの撮影を忘れたので、イメージ写真を模写したっす。あいやいやいや。ご安心を、模写を使用することは公式動画でも認可されてるっす。そうですか。よかったようなよくなかったような。あ、聞き忘れてました。今日は何を作るのですか？今日は前に苦労して鶏を刻んで鶏飯を作ったのに、お嫁さんにシーチキンでよかったんじゃない？と言われたことを根に持っての料理で。相変わらず心が狭い。吉田戦車の漫画、民風、肉と飯、鶏飯レシピを参考にしながら、シーチキンで鶏飯っぽいものを作っていくっす。例によって調味料は大さじ気分で入れていくっす。あ、大さじ気分とは、大さじだとこれぐらいかなーというおっさんの目分量って意味っす。昔はガバガバの計量でしたが、最近はそれさえしなくなりました。調味料は砂糖、酒、みりん、醤油ですが、ただしレシピは民風、肉と飯三缶でご確認ください。シーチキンと調味料を入れ終わって、汁っ気がある程度なくなるまで煮詰めていくと、画面のような状態になるっす。そしてそれを炊きたてのご飯に混ぜ込んでいきます。おっさんはできていませんが、この時しゃもじを立てながら、ご飯粒が潰れないように混ぜていくのがベストっす。おっしの酢飯を作る時の要領に似てますねある。ちなみに今回はご飯2合に対してシーチキン2缶、まんべんなく混ぜ込めたら出来上がりっす。じゃんけん、ポン。失礼します。そんじゃお弁当の中を教えてください。承知しました。右下からほうれん草のソテー、冷凍。鶏飯を参考にしたし鶏飯。上の段、プチトマト、丸ごとタモさんピーマン、厚切りベーコン、ミートボール、ソーセージ、最後にバター醤油コーン。肝心の味はどうだったっすかね。ベーコンが美味しかったそうですある。シーチキンは、好評とまでいきませんでしたが、全員完食の無難な味だったようですある。まあ、まずいよりは良かったかな。缶詰はお弁当作りの時も、サンマのかば焼き、みかん、コーンとプラス一品の、おかずの助けになり、冷凍食品とも被らないものが多いので、おすすめっす。それでは、皆さん。いってらっしゃーい。ある。